言い換えると take measures、 これも手段を取る、手段を講じるということですから、 has 過去分詞に合わせて has taken でも言い換えられるでしょう。はい、皆さんこんにちは。実践敬語 YouTuber の坂金社長です。今日も元気よく TOEIC パート5対策の問題を見てまいりましょう。今回扱う問題はこちらの問題です。まずはリテイラーです。リテイラーというのは小売業者という意味なんですね。最後の ER をちょっと取ってしまってリテイルからまず説明しますと、リテイルは小売りという意味なんですね。それに ER がついて小売りする人、つまり小売業者という意味になるわけですね。そしてリテイルというのを分解しますと、リ再び、テイルは切るという意味を語源に持つんですね。ですので小売業者というのはドーンと仕入れて1個ずつ分けて個人に売っていきますよね。ですので再び1個ずつ切り分けている、そんなイメージなんですね。それがリテイルということになります。その上の層にいるのは卸売ですよね。卸売は何というかというとホールセールっていうんですね。ホール全体で売っちゃうわけです。ドーンと何百個とか何千個とか卸しますよね。だからホールセールというのは卸売で、ホールセイラーというのが卸売業者ということになりますので、リテイル、リテイラーと一緒に覚えておきましょう。次にインプリメントです。インプリメントというのは実行するという意味なんですね。ちょっと難しい単語ですけども、インプリメント、実行する、名詞形はインプリメンテーションと言います。これは実行、実施という意味の名詞なんですね。言い換えるとすれば、実行するという有名な熟語がありまして、それは carry out なんですね。外に運び出しているようなイメージなんですね。実行するというのは会議室で話し合った、その内容を実際に外に運び出してやってみるという、それは実行するですよね。ですので carry out、 外に運び出すところから実行するという熟語の意味につながるんですね。インプルメントと一緒に覚えておきましょう。次の単語はメジャーズです。メジャーに S がついて複数形で使われた場合に手段という意味になるんですね。ちょっとそれを覚えておきましょう。メジャーズで手段だと思っておいてください。よくセットで出るのが take measures、 これで手段を取るという意味なんですね。手段を講じるというのを take measures って言います。一緒にセットで覚えておくと役立つと思います。はい、それではこの問題を京都スタジオから京都一分かりやすく解説を加えてまいりたいと思います。それでは参りましょう。 The online clothing retailer、 これが主語ですね。はい、そして has implemented、 これが動詞ですよね。オンラインの衣類の小売業者は実行したんですね。何をでしょうか。さまざまな手段を実行したんですね。さまざまな手段を講じたんですね。 implemented、 言い換えると take measures、 これも手段を取る、手段を講じるということですから、 has 過去分詞に合わせて has taken でも言い換えられるでしょう。はい、various、 さまざまなでしたよね。復習しましょう。前回出てきたやつですね。動詞形は vary、 さまざまに異なるでした。名詞形は variety、 多様性、多様でした。はい、じゃあ何のための手段を取るのかというと、 to 不定詞するための手段ということで、全体で形容詞の働きをして measures という名詞にかかっていってると考えて形容詞の塊にしておきましょうか。 ensure するためのなんですが、 ensure、 確実なものにするということですよね。 sure なものにする、確かなものにするというところから、確実なものにするでした。 en は大丈夫ですかね。いろんな形容詞の前について形容詞にするという意味になりますからね。 enrich、 豊かにするという意味です。enlarge、 拡大するですね。大きくするです。 enable、 可能にするです。こんな風に en というのは形容詞の前につけると形容詞にするという動詞になりますからね。
はい、じゃあ何を確実なものにするんでしょうか、確かなものにするんでしょうかというと、プライバシーをです。誰の何のプライバシーですか？オブ以下のプライバシー、こうなってます。はい、じゃあここに入れるの何がいいかということなんですが、その利用者、このそのというのはオンラインの衣類の小売業者ですね、の利用者の人たち、利用者たちってこう複数形で、ノーというのがアポストロフィー S なんですが、 S で終わってる後ろにアポストロフィー S をつけるとこの S は取っちゃいますからね。だからこのアポストロフィーだけがつくことになります。これで利用者の人たちのところになりますね。利用者の人たちのなんとかな情報と、こうなります。情報というのはこれ名詞ですから、ここには形容詞をちょっと入れたいですね。形容詞っぽい働きをするものを入れたいです。はい、だからパーソナリティ、性格の情報のプライバシー、ちょっとおかしいですよね。名詞おかしいでしょう。確かに名詞名詞と並んでこの名詞が形容詞的な働きをしちゃうことありますけども、性格のになっちゃいますね。そうしたら性格、利用者たちの性格の情報のプライバシー、ちょっと意味が通じないですね。で、人というのも名詞ですから、利用者たちの人の情報、ちょっとこれもおかしいですね。はい、じゃあ形容詞として働けそうなのは過去分詞と考えると、これ過去分詞は形容詞の働きをできますから入る可能性はあります。 personal、 これも個人のという形容詞ですから入る可能性あります。だから A か C でしょうね。 personalized というのは個人の名前を記されたという意味なんですね。だからこれ利用者たちの個人名を記された情報って言ったら、なんか情報に個人名が記されてる感じになりますからおかしいと。あのよくパーソナライズドサービスってありますよね、刻印してくれるやつ、名前をね、そんなのがパーソナライズドっていうことですから、個人の名前を記されているということですね。ちょっと合わないです。だから単に個人情報でいいでしょ、パーソナルインフォメーションね。いきます。その利用者たちの個人情報のプライバシーを守る、確かなものにするための手段と、こう考えればいいですね。はい、ということでこの問題の答えは personal でした。はい、それでは音読のコーナーに参りましょう。 The online clothing retailer、 ちょっと主語長いので軽く切る感じしましょうか。 has implemented various measures、 これ VO ですから一気にいっちゃいましょう。で、あとは就職後の塊ですからね、一気にいきましょうか。 to ensure the privacy of its users' personal information。はい、じゃあ前から意味確認。オンラインの衣類の小売業者は実行したさまざまな手段を、何のための、確実にするためのプライバシーを、利用者の個人情報の、こうなんですね。はい、でもう日本語に変換しなくてもこの英語を見た段階で意味が理解できるようにすることを目標に音読していきましょう。そのためにもイメージでね、単語の写真のイメージを大事にしながら読んでいきましょう。それではスタート。 The online clothing retailer has implemented various measures to ensure the privacy of its users' personal information. The online clothing retailer has implemented various measures to ensure the privacy of its users' personal information. The online clothing retailer has implemented various measures to ensure the privacy of its users' personal information. The online clothing retailer has implemented various measures to ensure the privacy of its users' personal information.
The online clothing retailer has implemented various measures to ensure the privacy of its users' personal information. The online clothing retailer has implemented various measures to ensure the privacy of its users' personal information. The online clothing retailer has implemented various measures to ensure the privacy of its users' personal information. The online clothing retailer has implemented various measures to ensure the privacy of its users' personal information. Good job! 今日の英語学習お疲れ様でした。ここまで毎日ミルセンで学習された方は、だいたい3ヶ月少し今まで勉強されてきたことになると思うんですが、だいたい人間が習慣ができるのに必要な日数というのは3ヶ月ぐらいなんですよね。ですので、ここまで学習続けられた方は習慣化できたのではないでしょうか。この習慣化の力を使って、これからもミルセンで坂木社長と一緒に勉強していくぞと思えたあなたは、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして今日の感想や英語の質問やお悩みなどございましたら、コメント欄に書き込んでおいてください。できるだけこのコーナーで取り上げて回答を差し上げたいと思っています。 With Sakakin, to master English is easier than you think. See you in the next video.